1,2,3,4 君から見た僕はきっとただの友達の友達、うん、はいどうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。それとアバルです。よろしくお願いします。アバルメです。まあ、この間一緒に、まあ、テニスの動画、僕 あのバットでテニスができるのかっていうのを、ね、当たんねえんだよあれ。当たんないですね。全然当たんねえの。まあ、その動画に出てもらった時にコメントでですね、うん、なんでアマルメさんと知り合いなのっていうコメントがいっぱいあったんですよ。あ、そもそも、そもそも皆さんやっぱアマルメさんのこと知ってたみたいで。知ってる人いいんだね。結構コメントであって俺とも知ってんだって思って、うわ本物だみたいなコメントがあって、なんでその今日はね、あの2人の関係性を説明してそうだね、まずそうですね。そう、まあ、簡単に言っちゃえば、はい、先輩後輩なんですよね。そうなんだよね実はこいつ俺の後輩なんですよ。そうなんですよ。高校時代、高校時代の神奈川の高校に2人とも、はい、テニスしに高校行ってたんでその時の先輩の後輩なんですよね。懐かしいね、あの時ね。懐かしいですね。いろいろあったね、テニス。いろいろありましたけどまあ、そんな中でございます。本当にそうそうそうございます。そういうことなんですよ皆さん。で、まあ、今回はですね、はい、なんで僕のチャンネルにまた出てもらおうかなと思ったきっかけはですね、うん、まあ、より僕のチャンネルやっぱソフトテニスの、まあ、やっぱ人も多いんで。そうだね。ヒューマンビートボックスっていうのを知らない人ももちろん多分いると思うんですよ、うん、っていう方に凄さを知ってもらいたいなと思って僕、うん、ヒューマンビートボックスの、ヒューマンビートボックスの、まあ、もしくはヒューマンビートボックスとはみたいなあこういうもんだぞっていうのを今日ちょっと僕のね動画で見せてほしいなと思って。おお、いい機会ですね、本当に。せっかくなんでね、まあ、ソフトテニスとヒューマンビートボックスのコラボをどんどんしていこうじゃないか。異色。異色な。なかなかないですかね、このコラボは。異色だよ。ってことで、はい、まあ、ちょっといいですかね、今日は。いいよ。いいですか。じゃあやるよ。ちょっともう僕は、隣でこういう感じに乗ってればいいですか。じゃあ、ちょこっとだけ1分ちょっとだけ、はい、ちょっとビートボックス聞いてくれればなと。あ、わかりました。じゃあ、ちょっと聞いてます。お願いします。はい、ちょっと本気でお願いします。本気でね。はい。こんな感じです。おお、すげえ。さすがっすね。で、僕ちょっと今ふと思いついちゃったんですけど、ちょっとお願いしていいですか。まあ後輩の頼みだ。いいですか。僕ハモネプとかすごい好きだったんですよ。ハモネプね。僕の歌に合わせることってできますか。ビートボックスを。おお。まあやればなんとかなるか。なんとかなるか。なんとかなるよ。なるか。なんとかなる。なんとかなる。いいっすか。じゃあちょっと、まあ、どういう曲やるかにもよるけど何がいいのかな。早いテンポがいいとかなんかあるんですかね。まあ、僕はそんな異常な速さじゃなければいい。じゃあやってみようぜ。曲は曲これでいいっすかね。一応じゃあバックナンバーさんの、はい、高根の花子さん。オッケー。僕のちょっとそんな音痴なんでうまく走ってください。まあアカペラだったらね。緊張するなこれ。じゃあ僕のカウントから始めて大丈夫ですか。わかります。準備 OK？ わかりますとか言っちゃった。わかります。緊張してる。どんだけ緊張してんだよ。お願いします。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。君から、2回目のじゃん。2回目の、はい、お願いします。はい、はい、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。君から見た僕はきっとただの友達の友達、うん、たかがチヂンビに向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ。君
を惚れさせる黒魔術は知らないし、うん、海に誘う雪も車もないでも見たい、隣で目覚めておはようと笑う君を会いたいんだ、今すぐその角から飛び出してきてくれないか、夏の魔物に連れ去られ僕の元へ、生まれた星の元が違くたって偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか。すごいこれ気持ちいいっすね。なんとかなったな。なんとかなりましたね。これなんとかなってんのかな。まあいい感じになったんじゃない。リズム良かったね。良かったっすか。いい感じのリズムだった。本場の人にね褒めてもらえると。本場の人にね。普段テニスしかしてないんで動画で。俺も、うん、お前との思い出はテニスしかないから、ね。そうですね。初セッションって動画内での。まあでも少しはね、はい、あのテニスとビートボックスのこの融合が、ね、なんかできたらいいですね。でも面白いこと。まあそうだな。あんま絶対ないじゃないですか他に。だろうな。まあテニスやってるビートボックスなんていないし。そうですよね。なんかうまく新しい融合ができたらいいと思ってるんですよね僕は。まあなあ確かにな。まあ効果音とかね、なんかいろいろ。そうだな、なんかテニスの音だけでな、なんか音楽作ってみたとかもやってみたいけどね。まあ今後いろいろよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、はい、この辺でいいですかね。オッケー、ありがとうございました。こちらこそありがとう。じゃあこの動画がいいと思ったらグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う人もグッドボタンお願いします。ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。バイバーイ。Yeah!